実はここショックなことがあって自分の中で、はい、あの友達にねあのもうそれも長い友達なんだけどその友達が「いやちょっと今日ね考え,させることが考えさせられることがあったんだよ」って言うから「えどうしたの?」って言ったらその病院やっててそれで看護婦さんに、うんその「スターバックスでコーヒー買ってきて」って。うんで 君らもみんな好きなの買っていいよって言ったら、うん、なかなか帰ってこなかったらしいのねで怒ったらしいのなんでコーヒー買いに行くのこんな時間かかるんだっつって怒ったらその看護婦さんが先生と私たちにとってスターバックスは昼ご飯と同じぐらい値段するので、うん、それはねご褒美なんですとだからやっぱりどれ買うかちょっとぐらい迷いますよで、うん、それ聞いた時に僕あこの感覚なくなったなと、うん、あの携帯電話をみんなが持ちたいと思った時の若者の いわゆるステータス的な感覚どうしてもスターバックスにいるお客さんみたいなみんな優雅に本読みながらコーヒーを飲んでるけども実はあれって自分のご褒美の時間なんだよねこれに気がつかなくなったら企画マンとしてまあ B2C の若者相手にする事業は俺はもう作らんとこうと思いましたねやっぱり年代年代でだから若い子たちにチャンスがあって我々にはわからない感覚を持ってるわけだから なんか時代ってそうやって変わっていくんやなって。うん、B to B はわかるけど、うん、B to C の若者相手にするものってもう僕らには。まあ B to B はね相手もね同年代以上だっね。<laughs> <laughs> <laughs> もう B to B で行こうと思いましたね。なるほど。うん そこでも BB だブロードバンドだって <laughs> くだらんしゃないですけどいや私ずっと見てきてて私もねもう今年で60だから結構いろいろ見てきたけども兵、うんね、の中まで見てきたけれども、うん、マジックナンバー65ね経営者にとってやっぱり65あたりから微妙にねおかしくなってくるやっぱりおっしゃるようなセンスがちょっと分からなくなってる世の中の動きが分からなくなってくるし、うん、あのいわゆる自分の成功体験に。 肯定するようになってくるし。本当さ。うん。あの微妙にずれていく始まり、うん、いきなり65でこうなるわけじゃなくって、これは本当そうあのー、本当に、うん、本当に。ずれて責任取ってやめるっていうのは自分の人生において、うん、最後すごく嫌なことだから、うん、やっぱ惜しまれてやめていくような身の引き方っていうのはやっぱり大事なんでしょうね。うん、そうだそうだ。コンちゃん60で引退するって言うとったよ。うん、ねもう今57だよ。 あと三年あ、五十六年まだね。ギリギリね。まあまあ、サザエさんの波江さんの三つ上ね。同い年だから分かってる <laughs> ね、言ってたよ。で、俺それ写真撮ってあるからね。あれ、フェイスブックで写真 <laughs> して。いやでもね、<laughs> いや本気でまだ本当に実は思ってんのよ。はいはい。あの、ただね、<laughs> 一つここちょっとなんかこうなんとなくこうはい、はい、ちょっとううーってなってるのは、やっぱコロナで、あのストレスは抱え。 ましては経営者としてね、うん、いろんな判断をしないといけないからだけど体は自由になって仕事がなくなるから会食なんかなくなっちゃうし、うん、イベントもなくなっちゃうしだからすごい暇だったんですね、うん、ある意味でしくなかったの、うん、でしょでそれがね、うん、あの引退した後の自分やと、うん、<laughs> いうふうに思うとちょっと寂しいなというふうに思ったけどもでも僕1819から少年期からこれやってるんで。 他の人生を選択できなかったわけですよ。例えば海外に留学するとか、はい、国内留学もありますよ。<laughs> <laughs> いやそれ留学じゃなくてさもう <laughs> あの遊兵じゃん。で <laughs> 遊びもそんなあの夜のクラブ活動しか知らんかったし、だからアイカートとかで海とか連れてもらってなんかこうやって遊ぶんやみたいなん本当に遊びを知らないですあの過ごしてきたからある意味その若者がいるような遊びをね、うん、やる知らなかったんで。 だからずっと人生一本で生きてきたからそれに後悔はないけども六十になったら他の人生を歩んでみるのもラストソングでいいかなとこの人さ歌めっちゃうまくてさ、はい、CD も出してるんだよそうなんですかカラオケ入ってるよ、えー、夢は大空にく,くっさい歌詞でさもう本当にバーさらこん ちゃんが作るただわーっていう歌うちゃんとちゃんとあの入ってるから伝目、えー、にいい,いい歌だよでも,、ね、<laughs> も歌ありがとうしゅいよで, <laughs> でもさ熱い熱いってよ,りよく言われるんだけど、うん、でもテレビの視聴率見たらドラマは全部熱いやつの視聴率だからね。はい だからみみんな大きくななたいいじゃないのでもなかなかこうやってすでにみんなできないんだって、うん、ね五十いくつもやってさ語られましたとかさもう<え>情熱ですみたいなさ情熱ですはいかでしょうだけどパッション <laughs> あんたやけどパッションリーダー情熱やんかあれ <laughs> まあねあ先住でも全部日本で一番大きな経営者交流団体だったからね4200社経済産業省が講演に入ってくれたんでへ<ー>まあだからまあ、まあ、ある意味国がお墨付きをつけた まあ経営者団体っていうことになって、まあそれはすごく嬉しいんだけど。だからね、六十歳で引退なんかするわけないや。うん、言っててやった人見たことがない。<laughs> ないな。あの孫さんも六十で引退する言うとって、<laughs> 結局戻ってきてるね。<laughs> <俺の> <laughs> 俺60歳だってこの番組呼ばれ,れたら絶対断ろう, <laughs> も,うもう絶対ケチョンケチョンに言われるのもうけない <laughs> 藤田君だっていうね言うてた、ね、そう,そうねう俺が刑務所行く前にあのちょうど柳井さんと孫さんが65になったら辞めるって言ったら 刑務所に行く前にサイバーエージェントの藤田君と麻生玄ちゃんが行ってらっしゃい会をしてくれたわけですよ夕食でその時話題になって「でも俺いろんな経営者見てきたんですよ俺の親父も俺が高校生ぐらいの時だからまあそれこそ50ぐらいにはわしはもう60になったらやめる」とか言ってね「へえ」とか言ってたらそれは創業者のじいさんがね80で倒れるまでまあ やってたからまあ、うん、最後の2年間は会長になってたけれども「ばしゃあんな年になってやまたやなん」っつってね、うん「人生300年生きれるんだったらいいけどばしゃそんなもん」とか言ってて、うん、やめんかかったからね <laughs>、うん、そうか最後最後よく家族で飯食ってる時におふくろが「あの時のテープに取っときゃよかったね」って言うとすすっげ嫌な顔するかかららねね <laughs> してたから、ね、<laughs> <laughs> まあそうだよな。まあ、で見てあのね、うん 一番胸次さんぐらいかな胸次さんはスパンやめたのはあの人はねもう本当にそれこそホームレスからこうなってそれこそ生き様が強烈すぎてでその方は引退僕はお会いしたことないけどその方は今何されてる今はね胸次ホールって言って自分のだから資然全部売って株を売って音楽とかを支援している趣味だったか分かんないけど自分が恵まれないもう雑草って生きてきたっていうあれだからじゃあ社会貢献そう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 ね なるほどね、ちなみに俺が刑務所3年2ヶ月行て戻ってきて、うんうん、同じメンツであとあれもいたかなローリーもいたかな霧島ローランドもいたけれどもね、うん、<で>ほら」って言って「うん、言った通りだろ」って <laughs> あの「孫さんも結局やってるし <laughs> あの柳井さんも子供は会社に入れね息子が入れねえ」っつったの入れてるだろうってね「<laughs> うん、みんな嘘つくんだよ」って言ったら藤田君がなんかうにゃうにゃっと「まあでも皆さんそれぞれ」とか言,ってあれ言い方変わってた。<laughs> この,人この人もややる気かな,、ま、だな <laughs> やめろとは言わないけどだからねほかほかよりも楽しいことはないんだって多分みんな、うんまあ、そうだよね孫さんなんてあれが趣味だもん、うん、そもそも俺のバカみたいなまあね確かにねね一緒や、ねうん、<laughs> だから,だからいつまでもね元気な時にはや,やってもらっていいですね、うん、老害になるのはどうかとは思うけれども、うん、だからまあこれはこないだもねその ね、話して孫徳さん話してて、うん、えとさこれはサラリーマン社長の場合だけれども例えばアサヒビールの泉谷さんだ、まあ、65かどうかは別にしてとか、うん、あと大和証券の鈴木元会長だとか、うん、皆さんやっぱり、まあ、その辺りは引き際は綺麗だから綺麗だった後からもまあねあのをけ確かに、うん、かそうですよ。 そうそうそう。創業者は、b o してあれはもう、ケンニーの作品だから。最後に自分の作品にね、こうやって勝手に赤ピン入れてね、あれ、前の方がね、良かったんじゃないのとか言われてもね。でも、ケンニーもね、70でもう人間一区切りだってずうとしてるね、もうで終わりだみたいなこと言ってた。店長るじゃないと出来ないよね、あれは。まあそうそうそう。あれ分身だから、ケンそうそうそう。 創業者にすると別なんだよその会社やっぱりあのただねやっぱりいやでも県庁の県庁さんとかだって現当社 MVP をしてさほら公開企業じゃないからもう本当にケンニの作品なんだけどまあ上場してる会社はねやっぱりそこはまあ確かにねでもそれ言うと誰が次やるのって言われたらうってなっちゃうんだよねその近藤マインドというかまだうってなっちゃうかなうん まあね、でも企業は強引コンサートんだからな、まあ、その引き継ぎはきちんとしておかないといなくなって急に、ね、会社がだめになった藤田君、そのプロジェクト始めたもんね。<laughs> なんかねニュースで見ました、うん、一応会長になってやるみたいなこと言ってたもんね。うん、まあそれはそれでやっぱり、ね、やっぱ何千億の、ね、時価総額を持っている会社だから、うんね、関係者、うん、あのステークホルダーたくさんいるから、うん、あの自由にはできないよね当然。うん 思うけどね、でも難しいですねその自分の頭の中をそっくりそのままその人に渡すわけにいかないですからでも100年続くような会社でありたいなと思いますけどねだからやっぱりんかこう聞くところによると理念とかそういうものがちゃんと明確にあるところがそういう生き残りの確率が高いってだから熊谷さんなんかはやっぱりその言ってたのはおっしゃってたのは 宗教って何千年年のの歴歴史史でしょカンパニーは数百だかで,、はい、で、そういう意味ではなぜじゃあ宗教がこれなに長く続いたのかっていうことをあの人はやっぱり分析するっていうか科学するというかそうするとやっぱりみんなが同じものを歌っている賛美歌同じものを呼んでいる聖書同じものをつけている十字架っていうのを見たときにやっぱり GMO も 皆、えー、が見えるところに GMO の旗がありとかみんなで GMO の曲を聴きとかっていうふうにやっぱ意識してるみたい、うん、やっぱ長く残っているるものには意味があるとそういう意味では僕の会社もやっぱり社員と一緒に同じ言葉をそのみんなで声を出して読みってやっぱやってますからね。 会社は給料払ってねその社員を宿ってるけど宗教は億瀬もらってる方だからなみたいなそうだよねすごいよねすごいでしょって熊兄が言ってましたそれぐらいのだから求心力というか組織体にならないといけないってあのすごいなとあの人は。 そういういとところででもきちんとロジカルですよ僕らのあの100年200円続いていく自動運転のスキームがやっぱり GMO にはあって、まあ、いくつか僕も聞いてるんだけどそれはすごいなと思う。本当にもし自分がいなくなっても続いていくという設計がもうなされてるっていう,、うん、う僕はあのー、今の偉人たちまあ僕なんかとは暗いもんならんスター経営者たちとは今だったら僕会えるじゃないですか。うん ね、毎月パッションリーダーズでスター経営者に来て喋ってももらってるし、うん、勉強もなるしいろいろ僕はもう今会えるようになったけども実は20代の時にアホなふりして過去ののの偉人の人たたちの話も聞いたんですよ例えばマクドナルドの藤田蓮さんとか、うん、CSK セガの大川さんとか、うんうん、あと京セラの稲盛さんとかまあ,あの僕的にはすごく思い出に残ってるけど、うん、まあ 会ったことあるわけですね会ったことあってその時に、ね、バカなふりし聞いたの」人生の幸せって何ですかってうん、うん、ベタな質問したわけ<ー>じゃあお金があるからもうお金とは言わないじゃないですかそれは分かってたわけ、はい、でも人生の幸せは2つあると、うん、1>, 1つはもう誰もがもうそうだよねって思う、まあ、自分が愛する人がいる、うん、奥さんなのか子供なのかペットなのか、はい、ねえ何でもいいけど愛する人がいる二2つ目は やっぱね、心を通う仲間がいることって言ったらねやっぱりずっと家にいるわけいかないからその仲間っていうのはやっぱり同じ価値観を持って刺激し合って高め合ってね競い合って、ね、助け合ってみたいなそういう仲間だと思うので僕はやっぱりそういう仲間がね今たくさんいることが僕は幸せだなというふうに思ってますよね。だから人に心を尽くしてやっぱり ね、自分の血を流して人のために頑張るっていうことは自分に返ってくるんだなっていうのをこの年になってすごい感じるようになりました、うんうん、なんか M さんはでも仲間いなさそうだけどね <laughs> <laughs> あ本当やめて俺の前であんまりねちっこいね <laughs> 俺でも言わなかったのに、ね、<laughs> 何回も止めてるさ何回も止めてるさっきから <laughs> ね 大丈夫大丈夫俺が勝手に言ってるだけだから改めてもたかさんいかがでしたか今日いや今日想像以上に楽しいからやっぱりこんちゃんの和術とねあマジで東取の和術とねりの和術最高ですよ本当俺に騙されるんだよこれこの口八丁手八丁に騙されるんですよ騙される言うなコロっとはそうだなこいつはいいやつかなみたいな まあでもね本当に中身もあってねそれはいいんですよ本当に、ねはい、こいつ腹立つんだよあんた前にさ <laughs>、はい、ちょっとあることがあって、はい、えと役所にに説明に行かななきゃいけないけんですよ、はい、で一応俺,俺がその,その団体の長をやってるのでんちゃんもこう、えー、と関係してるからまあ説明に行かなきゃいけない電話かけてきて「はい、お前さ 態度でけえから、偉そうだから、本当に、本当に謙虚にいけていいよ <laughs> いやいや、ね、確かに仲間内うではそうするけど、別に役所行ってねえぞこんなになってこうやってやうわ <laughs> いやいや、お前めちゃ態度悪いよ <laughs> すごい感じ悪いよ、そんな役所行ってそんなことやってみ <laughs> 大変なことやってわ、ね、<laughs> かっとるわ、と。<laughs> まあ 本当にまあいいんですよ。確かにね,ね<ー>もうあの態度でかいんです。あの<ー>でも一応ね、うん、一応あのそれでも僕は仲間がこうやっていてもらえてるのでまあ許されるかな。いや、ね、心がいいんだよ。というふうに態度がでかいなもうもう仕方がない。もうこれもう平気った。もう無理。もうこれどうやっても,も俺も諦めた方がいいと思う。<laughs> <laughs> ね。まあ無理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 なもん無理。 空抜き通せ、周りがフォローしますよ、<laughs> <laughs> 仲間です。